ついにジョディ君を見とる日が近づいてきた。ジョディ、こんなに隊長、ジョディ、見合いの身ではありますが、加勢いたします。ちょっと待って、ジョディ、ここで来る。火、覚悟はしていましたが、あんな巨大相手に骨、隊員だけじゃ無理です。あ、なんか、暗黒者さん、ここは僕らに任せて、早く奴らを追ってください。そんな、トライア、エレブ様をお守りください。やだよ、ジョディ。僕は君と別れたくない。はい、ペロペロ暗黒茶でーす。ということで、放置しているお友達をいただいたところで、ニャコットさん、ごちそうさまでございました。本日も、例によってエピッククエストをやっていきましょう。もう2週間切りましたね。早いもんですよ。ってことで、レッツラ。はい、ってことで、やってきましたが、そう、なんか集めてきたところだったのよね。何者じゃ。人を探しています。どれも良質じゃの。よくやったぞ。ふふ。よし、合格だ。あー、うるさいの。もう本当にもう49レベルだけど、もしかしてまだ 50が終わりじゃないっぽい。見えない脅威。お前が探している人は行ってはいけない場所へ向かっている。深い闇に染まるかなり危険な場所なのじゃ。それでもそいつを追跡するつもりかい？追跡するという。そうかそうか。怖いもの知らずじゃの。闇に飲み込まれてしまっても私は知らないからね。それでもいいなら行かせてやる。行かせてやる。突然のワープ。闇のね。レノンを手伝い、イブを探す。長いね。え、結構なんか、あれ？何？闇の種が、お前の中に根を張れば、激しい苦痛が襲ってくるだろう。そしてその果てで、魔王の息子が誕生するだろう。ほ、暗い粒の中に閉じ込められた妖精を助けましょう。久しぶりにああいうの流れましたね。現れた妖精、かわいい、かわいい。黒いね、この羊たち。待てだ。あれ？冒険ノーマルってもしかしてここインスタントダンジョン？お、あ、ぽい気がする。ねえ、え、普通にナチュラルに一人で入場させられることなんてあるんですねって言いたいっつうの。よいしょ。ここではできません。ですよね。あ、下に行くのね。これ一人で絶対行くのかな。かわいい。ペロペロ。助かった。本当にありがとう。どういたしまして。この囚われた妖精は、何なの？よかった。本当にありがとう。みんな同じ顔してるけど。逆に不気味よ。6分の4。え、これ助けなかったら敵わかんないんじゃね？スルー。できない。どういたしまして。長いかなとか思ってたけど、意外と、一本道だし、すんなり。よう。暗い巣の中に閉じ込められたレノンを助けましょう。これスルーできるね。スルーできるね。え、した方が、いや、してみる。してみよう。
あ、道ができてない。ダメじゃこりゃ。壁登りができないよ。ほい。カドバーン、彼のバックにはドゥルカがいる。カドバーンを探さなければ。レノンを追いかけて移動しましょう。喋るね。ここに来てボイスがつくことが増えた気がする。当たってないよ。ちょっとレノンさん、あ、そっち引くの。え、あ、なにこれ。へぇ、へぇ、ちょい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 、なんか毒っぽいのが。またワープすんの。でもどっちにせよレノン君いなかったらあそこ通れない感じね。暗いね。いた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 。ぐるぐる螺旋状に回っていく感じなのね。誰？言葉、暗黒者、ここまで追ってきたのか？愚かな、命が惜しくないような、あ、それにレノン、貴様さえいなければ。あれ？全部終わった。もうやめるんだ。向いてる方向が違う。終わっただと？いや、これからが本番だ。貴様らのような愚か者には分からないだろう。構わん、たとえこの身が闇に染まろうとも、さっきのシルエットと違って翼が2枚しかない。ん？ 6 枚ある？私の手で全てを正してみせる。サソリが出てきたよ。カトバーンを倒しましょう。なんでね、サソリというか、あの虫とかさ、足がたくさんある虫、なんか生き物って気持ち悪く感じるんですかね。痛い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 。でもね、まあ逆にあちら側からしたら手足が2本ずつしかない人間って気持ち悪く見えてんのかな。おう、祈ります。ごめんね。なんか二人いるけど。みんなやめて。イブチョワン、イブ無事だったか。イブ、レノン、そして暗黒者、お願い、争いはやめて、私の話を聞いてほしいの。かわいい。怒ったかも。かわいい。私たち何も知らないでいた。今はカトバーンの話を聞かなきゃ。対話大切ね。イブ、正気なのか。カトバーンは隊長を、君の父親を殺した悪党だ。君の仇なんだぞ。カトバーン、どうやってイブを騙したのかは知らないが、僕は騙されないぞ。レノン、真実はいつでも冷酷なものだ。だがお前にはその真実さえ贅沢のようだな。真実はイブに預けた。お前と私はこの地獄で決着をつけようじゃないか。カトバーン、お願いだからやめて。誰が何と言おうと私はあなたの言う真実を受け入れるわ。でも未来を止めるにはやっぱり君の力が必要なの。お願いカトバーン、また昔みたいに戻れないかな。イブちゃんは何かを知ってるわけ？私たち3人でいつまでもお互いを信じて支え合おうって誓ったじゃない。イブ、無駄な話だ。イブ、イブちゃんも喋ってほしかった。仕方ないか。イブがお前らの命を救ったと思う。それからトライアの人間たちの命。トライアの人間たちの命？イブ、真実をどうするかはお前の判断に任せよう。真実と向き合うためには今まで信じてきたものを諦めなければならない。カトバーン、
ち一体どうなっている？戦わなかったわね。イブ、カトバーに何を聞いたんだ？奴の肩を持つなんて。レノン、すべてを話す約束するよ。でも今の私たちにはもっと大事な使命があるの。今は私を信じてついてきてほしいの。一刻も早く人々を助けなきゃ。もしかしてカトバーンの言っていたトライアの人々の命がかかっているというあの話か？うん、トライアは今頃。え？闇の勢力に攻撃されているはず。待って、何？トライア食う手遅れになる前にうんたらかんたら。これは例のトライア進行とやらですか？ついにジョディ君を見とる日が近づいてきた。見えない脅威。トライアが敵になった？敵に襲われた？トライアを守らなければ必ず。危機のトライア。よかった、間に合って戦列を整える時間は稼げたが、兵力が不足しているという。まずこの事態がどういうことか分かってないってばよ。同感だ暗黒茶。イブがシャドウゲートに駐屯している守護軍に支援を要請しに行ってはいるが、正直今の兵力で支援軍が来るまで持つかどうか弱音を吐くなという。それにイブがカトバーンから聞いたという話、気になって仕方がない。ほんとそれ移動中に話してくれないの？七人暗黒の魔法使い、一体何がどうなっているのか全く分からない。今はイブの言う通り彼女を信じようという、まあ、可愛い子ちゃんの言うことなら信じますよ。そうだな、大きな戦闘前に心が揺らぐなんて、スティルタン隊長にお恥ずかしい姿を見せるところだった。さあ行こうか。からのワープなのね。あら、たくさん来た。マドリアちゃん、下から見るっていいですね。進撃開始。闇の怒りを見せてあげるのよ。あいつがイブの話を聞いた詩人マドリアか。正直これほどまでの兵力だとは。イブは時間までにシャドウゲートに到達できるといいが。話す時間もないな。暗黒茶、イブと支援軍が来るまで頑張ろう。頑張ろう、みんな頑張れ。なんだって？支援軍が来るまで耐えるんだ。うわ、すげえ数。うわ、すげえ数。すげえ数。すげえ数。あっち行っちゃったし。じゃ、スルーということで。あ、ぶら下がる。ぶら下がる。ぶら下がってどうする？すごい数ね。暗黒者、側面支援部隊がやられた。急いで、負傷兵を助けなければ。これ失敗とかあったりする？任せて。ちょ。すげえ数だな。治療する。昔ね、あなたと共にやらんこと。ヒールやっても、助けらんねえとかね、やってたのに。お金、お金、お金。地元もらえば山となる。なんか上からも、ここではダメです。ね、影が見えてる。上からも来てるっぽい。ジョディ、この辺隊長ジョディ、見合いの身ではありますが、稼ぎ出します。ちょっと待って、ジョディ、ここで来る。火、覚悟はしていましたが、あんな巨大相手に、この辺隊員だけじゃ無理です。ジョディ、どこ、ジョディ、ジョディ、助けよ。ジョディ、どこ、ここ許します。すげえ数。SP が必要です、神様、ご加護。これ、ジョディ？これ、ジョディじゃない？ジョディだよね。みんな同じヘルメットかぶってるから。わからん、わからん。SP がありません。あ、ジョディが無事に生き残れるトゥルーエンドルートとかないの？光が、あなたと共にあらんこと。あら、デブリン系がたくさん来た。城壁に穴が。暗黒者さん、ここは僕らに任せて、早く奴らを追ってください。そんな、トライア、エレブ様をお守りください。やだよジョディ、僕は君と別れたくない。光が、これジョディでしょ？ジョディ？ジョディ、これジョディだよね。こっち向いて。あ、向いてくんない。神様のご加護。ジョディ、バイバイ。ペロ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 。
さらばジョディ、もう一回ぐらい会えるかな。空、城壁そのものを崩してしまうとは。暗黒者急ごう。この隊員たちが時間を稼いでくれてる間、僕らがあのデカブツを止めるんだ。デブリンチーフ、あれは早く廊下の先へ行こう。急ぐんだ。じゃあ任せた。聖なる存在よ、一歩たりとも引き下がるな。何があろうと耐えねばならん。え、そこにエルブ様いるのね。じゃあフミさん任せた。ルアナちゃん、ルアナちゃん、喋れない。暗黒者、これからもあなたの活躍に期待しております。そんなこと言ってる場合じゃない気もするけど。光があなたと共にあらんこと。暗黒者、アレロン、アロンさんとブラックアイさん。これ何もしてないけどね。倒すの？すごい、多勢に水。痛い痛い痛い。残念です。ちょっ、ありがとうございます。暗黒者さん、レノン、そしてトライアを救いに来てくださった皆さん、皆さんがいなければ今頃トライアは。なんで襲われたの？とんでもありません、エルブ様。イブがこの時代に気づいたことが幸いでした。そうでなければこの間と援軍の準備はできなかったでしょう。あんたたち、まさか今終わったと思ってるの？この声は愛しのマドリアチュアン。あたし、マドリアがこんなにもピンピンしてるのに、一体何を見て終わったっていうの？不快だわ。あなたがイブの言っていた詩人マドリア、立ち絵初めて見た気がする。あら、イブ、あの子が七神について話してくれたの？なんと、まあ、あの一家の人たちの情報力だけはすごいわね。七神っていうのね。まあ関係ないわ。今日で七神はこれ以上秘密でも何でもないから。エレブ、もうあんたも女王じゃなくなるわよ。あんたみたいな破滅の鍵は封印されるべきなの。それじゃあおとなしくついてきなさい、破滅の女王。あら、どういうこと？真っ白だってばよ。いや、そうじゃなくて、イブちゃん、イブちゃん、喋れない。なんかでも曲が不穏だね。エレブ様、その力はもしかして。はい、エレブ様、大丈夫ですか？エレブ様、こう、これがキリアン様がおっしゃっていた光からの破滅。エレブ様、きっとこれから滅亡が始まると。エレブ様、その話は他言無用とお約束いただいたはずですが、こんな状況では特に気をつけるべきです。しかしカール、このままだと私は。ルアーナ、エレブ様は今安静が必要だ。何をしている？エレブ様を中へご案内するんだ。大臣、光からの破滅、みんなには話さないのですか？いいえ、エレブ様から隠さずに話してください。この場にいるみんなはその話を知る権利があります。イブちゃんが知ってるのはそのことなのね。イブ、君、カトバーニにさらわれてから非常に怪しいな。王室の機密はみんなの知る権利などに含まれないぞ。バカなことを言うな。いや、むしろ君が事前に知らせてくれたというトライア信仰に関する出所不明の情報、一体どこで入手したのだ？
イブ・スティルタン、父の名がもったいないぞ。スパイとして疑われるなんて英雄の血筋を引いて恥ずかしくないのか。ん？スティルタンってどこかで聞いたな。アロン、今すぐ尋問の準備だ。今回の事態についてどこで情報を入手したか徹底的に追及するぞ。ビドブライム大臣、尋問はおやめください。イブがなぜ知っていたかは関係ありません。この事態はイブが先に知っていたからこそ止められたのです。レノン、君も捜査対象であることを忘れるな。カトラムスで洗脳され、自分も知らないうちにスパイになっているかもしれないじゃないか。大臣、レノンに対する保証として、どうしても誰かの犠牲が必要であれば、私がお見せしましょう。皆さんやめてください。うむ？今外には、トライアを守るために血を流したたくさんの近衛兵が倒れています。こんな無意味な論争をしている場合ではありません。いや、ごもっともで。疑い出したらね、始まらないからね。あ、いい時間、いいお時間。この辺で終わりにしておきましょうか。はい、ということで、今回はこの辺にしておきましょう。まだちょっともしかして続くとか思ってたけど、本当にもう最後の方な気がする？多分？外にいるジョディがとても心配だけども。まあ、とりあえず今回はここで区切っておきましょう。ここ、イベントマップかな。どっちにせよ進めないと、私家にこもれないよね。帰れないよね。なので、続きをやっていこうかなと思います。じゃあ、とりあえず、本日はここまで。以上、ご視聴ありがとうございました。暗黒茶でございました。バイバーイ。ルアーナちゃん、ペロ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 。はい、ペロペロ暗黒者です。ということで、今回はお知らせになります。メイプルストーリー2の思い出を皆さんで残そうと思います。で、今回はショートストーリーを募集しようかなと考えています。投稿者名とショートストーリー、こちらは一言でも長くても OK です。そして関連したスクリーンショットを最低1枚から複数枚、ペロティアのこちらのアカウントにダイレクトメールで送っていただければ嬉しいです。締め切りは5月27日の12時サービス終了までです。またリツイート等で拡散していただけると思わず抜き出します。あ、ちょっと詳しくは動画本編をご覧ください。最後に実際にいただいたものはこんな感じになります。暗黒茶さんからのお便りです。私の一番の思い出はやっぱりギルドでの活動でした。最初は元からの友人と一緒の2人だけのギルドでしたが、その友人もすぐに別ギルドへ移動。そんな時ふとギルド申請を送ってくれたカデクルさんから全ては始まったように今では思います。それでも2人だけだったギルドにひょんな出会いでゆずこうさんが入ったり、当時から投稿していた実況動画の視聴者さんの中からきなこやみこさんが入ったり、つながりがつながりを呼んでミニクロさんやジェイ君、チェクさん、クラリエさん、ミンさんにナコタさん、中にはあまり絡めないまま終わってしまった方や SS も満足に取れなかった人たちもいましたが、その全ての人々がご縁あってこのゲームで出会えたんだなと思います。本当にたくさんの素敵な思い出をありがとう。これが一番の宝物です。